の質問から始まっております。今日も元気よくやってまいりましょう。お願いします。ということで、選択肢が1個しかないのに質問されるというですね、もう規定路線の回答をしていきましょう。はい、おります。まただよ。そこは切れられてる。いたらダメなの？何もかも全部暗くなっちゃった。暗すぎて電球も役に立たなかった。ああ、終わりでしたね。ということで、早速なんですが、なんか、前回ですね、充電済みバッテリーをやりましたんで、なんだっけ、とりあえず、なんか、バッテリーが使えそうなところをあらかた探っていこうかなと思います。安全法基準違反だ。ちゃんと法律を守るいいやつですね。あ、そうか、ここはなんか乗り物がないとダメみたいなこと言われてたんですよね。どこに行ったらいいのかっていうのがさっぱりわからないのと、あとですね、なんか聞くところによると、もう騙されないぞ、ブルーホース。このやりとりは前も見たね。じゃ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 戻れ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 。全然地形が変わってんじゃねえかね、やろ。どんなことはいいとして、なんか前回ですね、悪魔のささやきさんが、動かない他の動力と一緒だ。これ使えない？悪魔のささやきさんがですね、いや、まだ調べてないところがあるから、調べてる方がいいよ、みたいな感じでですね、あれですよ、例のロケラン、ロケラン、ロケラン、ロケランって言ってくる人、いたじゃないですか。あ、皆さん知らないか。いたわけですわ。ってなった時に、ってなった時にってどんな時だ？とりあえずですね、その、悪魔のささやきさんが、何回も何回もですね、超煽ってくるっていうことなので、その煽ってくるのに、ね、やってやろうじゃねえか、負けてらんねえよこっちだってにやろうっていう感じで、ちょっと頑張ってですね、解決をして次にね進んでいきたいと思うんですが、もう現時点で迷っている。前回ですね、優しい優しい私の奥ちゃまから言うするとですね、いや順調に進んでるよって言うんですけどね、そのエレの悪魔のささやきの人はですね、部屋まで調べてないところがあるつーっていう感じでですね、痛い、なんか首つった、あ、治った。ところでまだ調べてないところがあるって言うんですけど、割とここはだってもうね、動力が落ちているはずなのに一箇所だけ映している。分かった。ここでバッテリーを潰すんだ。済むといいねっていうのは、もう一回使う機会があるよっていうフラグとして捉えていいんですかね、こういうのは。ちょっと待って。ここにバッテリーを落とす。落とさない。こっちは進めない。なんかあった。ここ、違うね。ここはなんかやったから、あんまり左側の方見てなかったりしてたかな。ですね、もうなんか、これだけ暗いとね、まだ行ってないところがあるというか、また調べてないところがある。いや、でも、ここは来たところだし、電車の中はトレインだし、で、走っていくし、どこまでもだし、動かなくなかった、動力がなくなったロボット、動力がなくなった、何これ、まさか全てのロボットを調べていった結果、なんか一個だけ動くロボットがあるという天空の城ラピュタ的なこう展開なのかな。従っていく。動きますか君。このバッテリーはロボット用じゃないと思う。そうか、ロボットには大きかったか。そうかそうか。だが断る。あ、でもこっち行ったら、こっち行ったらあれですよね。確かガスっちだよね。ガスっちですだよねー。なんか検疫をするのが辛いよー。誰かのおならなんでしょうね。そういう下品なことは省いていって。じゃあまた昼寝して、朝になるのを待つみたいなうち？特にない。もう行けるところは全部行っただすって感じだよね。で、もう騙されないぞ、つって。この子いつまで電球抱えてんだって話なんだけどね。そろそろ暑くない？電球ってまあそこそこあれだよね。よくありますよね、蛍光灯とかさ、電気入れ替えようと思ってやって、こう今までつけてたのを消したはいいけれども、握った瞬間にゃっちーっていう人、経験ありますかね。ある方は挙手をしなくてもいいんですけど、皆さん恥ずかしがり屋なんでね、挙手しないと思うんですけど、進めない。なるほど、犯人はお前だ。
またお会いしましたね。他にご質問ありますか？うん、どうぞ何でも聞きください。あー、全部同じ言葉だった。大事なことなので2回行ってみました。てかな、いえ大丈夫、ありがとう。安全な旅、もうすでに安全じゃねえんだよ。なんか毒ガスプンプン撒き散らしてるんだよ。電源が入らない。あ、ここ電源が入らない。お、お、動かない。動力がないロボット、なんだよ。ついにここに来て行き詰まるというオチ。皆さんすいません、まるで6分間何の進展もない。もう空っぽでも、うん、まだそこにはガラスの破片があるよ。なんか拾うの。もう空っぽ、組み合わせられない。バールのようなもん、バールのようなもん。もう空っぽ。まだよっ、レッツトゥ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 。ああ、もう黙ってる時間限界。今何秒黙ってたんだろう。無理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 。なんか喋ってやんないとやっぱりダメですね。もう一度口を動かしてやっていかないと。でもどこ何があってことで進めないだ。あ、え、は、え、ちょっと皆さんちょっと見ててください。答えます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。この池に投げ込んだら、あの、あなたの落とした電球は金の電球ですか、それとも銀の電球ですか、それとも普通の電球ですかみたいな感じで出てくる。うちんなわけないっすよね。あ、進めない。おりゃどこに進むといいだ。とりあえずこっち行ってみるだ。え、あ、あ、あ、どこに行ったらいいんでしょうね。とりあえず、でもこれを上に行くとまたあのガス値がこう噴出してるから苦しいですから、ダメ。というかね、あの微妙にそのバッテリーのマークっていうのが最初になんか電球されたマークのところに似てるじゃないですか。ってことは初期のところに戻れたなって思ったりするんですけど、初期のところ戻れないんですよね。ん、あ、ここお前か。ここに手伝うことは大丈夫だよ。超手伝ってほしい、超手伝ってほしいんだけど、あの、お前2個がポンコツか。この野郎、光エビいっぱい、光エビってやつか。光エビの人がでも見えない。え、これじゃないの。これはこのビームはあまりなく、いや、騙されて、ぜひ騙されて。え、マジで。いけない、安全法基準違反だ。車がない、何回ここに来たんだ。うわー、ネクストコナンズヒント、ネクストコナンズヒント、ネクストコナンズヒント。近くに行ってます、行ってます、いてます。近く、どこ、え、今は近い、遠い、今は遠い、遠く遠く離れていて、そんなに遠くないです。もう二度とこれを使わなくて済んだらいいのにねって言ってるやんか。なんか使ってみたろうか。ウェイウェイ。そう、近く、これか、これ、動力で動きを線路でこうさ、ガーッ、あー、でここでバーンってなって終わっちゃうから、まあ世の中そううまくいきませんわな。そう、うまくいきませんが、近くまで行ってるけど、はい、行っては、どういうこと？一回入った建物、ロケラン、ロケランってこうなんか支えてくるやつがいる。そうだよね、すべてロケラ、ロケットランチャーで解決できるっていうことなので、君、動かん、動力がないの。
お前だったのか、いたのか、そんなところにインク色してる巨大な人に。ムカつくこんなマジか。残りのページは読めない、壊せるかな。あ、横に露言者ロボって書いてあるよ。前は気づかなかったな。パワーセルかな。あ、横に露言者、ちょっと待って、全部同じセリフかよ。ってことはなんか、あ、ここか、ここか。マジか。あんなんさ、もうドア、わー、なになになに、い、感電した。もう感電したくないよ、ブルーホース。感電したくないよ、ブルーホース。え、これがついたら何が起こるっていうやつ。あ、わかった。で、PC がついてんだ。え、なんか動いて、ちょっと待って。おお、無視すんな。機能が正常になりました。歩けます。でも、ガラスの破片があるよっていうのが気になるんだよね。で、これで。ゾクッとした。ね、もうこの前の段階ですでに足踏みしてるからもう何とも思わねえや。とある箱を開けるためにコードが必要だ。だがそのコードはこの世界には存在しない。もうさ、あの、それではすぐに探したまえ。は？コードはドキュメントの中にある。ドキュメントはゲームの外に居場所を見つけた。ドキュメントの場所はわかるか。いいえ、出す。よろしい。ではすぐ。いや、いいえ、出す。え、ドキュメントの中にある。ちょっと待ってね、皆さん。あの、今ちょっと、あの、ドキュメント開いてます。で、ドキュメント開いて、その中にある。え？てっきり6文字だからさ、なんか、あの、今日の日付かなとか、なんか思ったりしたんですけど、ドキュメントの中にある。おお、怖いメッセージがめっちゃある。一日他にマスクを残した。東に向かい海と見晴らし台の間や採掘や金庫を探すんだ。必要なコードは次の通りだ。まあそのコードが一体何なのかっていうのは、これ怖くない？なんかさ、あのパソコンを犯されてる気がする。昔皆さんのフラッシュゲームで、あのレッドルームっていうのを知ってます？あの赤い部屋はってやつ、あの、なんていうセリフだったかちょっと忘れてしまったんですけど、なんかゾクッとしたわ。え、こんなパソコン侵食していくの？え、このゲームやってて大丈夫？まあお金払ってるから大丈夫。お金払ってるから大丈夫っていう保証はないんだけど、とりあえず今からあの自販機に、あの喉乾いたんでジュース買いに行きます。ジュース買いに行くついでに、ちょっとあの、まあ、あのね、今からね、あの、78万円ほどぶち込みに行こうかなと思うんですけど、わかったぜ。ちょ。どうだ。わ、開いた。え、どうしてことがわかったの、ブルーホース。ミーにはやっぱり見覚えがないんだけど。とあるふわふわでね。そう。なんだ、その含み、中に入った。あ、そうだ、ガスマスクだ。あと変な本があるよ。でも読めないな。いや、読めない。で、そういうことじゃない。ちゃんと読書できるもん。ただここに入ってる文字が分かって、それは読めないって言うんだよ。素直に認めたまえ。え、なになになに、びっくりした。ドキッとした、今。あの、真剣にね、あの、よそ見してた時に、あの、え、なに、なに、クリックしてみる。な、あのね、シンプルにドキッとした。あの、何が言えるかっていうとね、あの、なんて言ったらいいんだろう、あの、1体のゾンビをめちゃめちゃハンドガンで気にして撃ってる時のように、別のところから急にゾンビがへーって現れてきた時みたいな感じ。いやー、マジでゾクッとした。やっぱりホラーゲームや。ホラーゲームや。お前どう見てもホラーゲームや。ガスマスクをつけて歩けるようになったはいいんですけど、ここで君はまた足踏みするようになるよって言われたんで、それがさっきのドキュメントの話だったりとかしたら、ゲームマスターさんズームっていう話なんですが、ここでまた足踏みするよという話だったら、どちらにせよ私がズームって言われちゃうんで、あれ、ここのどうも人間。ああ、どうも人間です。で、これはあれじゃない？これ
これでいけない？やっぱいけるよね。うん、えらいえらい。いい運動になった。あ、そしてゴム手袋も手に入れるのね。喋れない。どうも人間。不毛の地でのロボット組み立て及び修理サービス開始となりました。質問がある際は、当主任、誰だよ。誰だよ、主任。主任は一体誰なんだす。本から破り取ったページみたい。この環境における前章で述べた代替法を使った青色蛍光体の自然の特性を利用した簡単なレシピを以下に記す。酸性ガス沈形体。よく換気された場所でガスを好みの容器に誘導する。即座に密封する。要はこれ後ほど使えってやつかな。なんでお前ら動いてないんだよ。こっちはいけないと。音めっちゃ響くなぁ。カンケンコンコンキンキンカンカンコ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 ンケンケンコンコン。表面がザラザラしているよ。ってことはこれあれ磨いたらなんか動いちゃう的な。鏡さんじゃなかった。手伝った。違う。本から破り取ったページも。開封せずに液状蛍光体容器に注入する。激しく振って反応を呼び起こす。できるだけ速やかに使用すること。物質が分離し始めた場合、さらに振る必要がある。この手順を終えた後、必ず手を保護すること。以上の方法で精製した酸は、一般的な家庭用洗浄剤よりもやや強力である。あ、また読む、もう読まない。あれ、あ、え、ってことは、まず、スポンジで、磨いてやれよ。磨いてやりなさいよ。あ、磨いてくれないんだ。もう、とりあえず、まあ、いいや。ああ、なんかガスマスクしたら今度は青色の目になっちゃったのね。とりあえず近い方から来たっちゃはいいだけども、これで、ここでいいのかはなんかない。だいたいその、フィールドに何かが落ちてるっていうケースはあんまりないみたいですよね。あ、で、これ多分上からぐるっと回っていくと落ちてたわ。ガス田付近に派遣されるロボットで何かおかしなところが、彼らは他のロボットよりもサビの蓄積速度が格段に速い。まあ、それはガスにやられるんでしょうね。あ、遅い？マジで？ちょっと待って。あ、遅いようだ、だって。あ、遅いようだ、だって。もうダメだね。漢字すら読めなくなっている。ガスの採掘にある。ちょっと待って。輪郭を見てるだけです。間を進んでいって、ああ、なんだかんだでもう迷っている時間があまりにも長すぎたがゆえに20分近くまで動画がいっていますんで、あれ？あれ？ちょっと待って。ガスマスクここいらない？ラピュタに出てくるロボットみたいなの来たよ。しかも貫通してるし、ちょっと待って。お前喋れないのかよ。ああ、ここで何をしている？お前のような人間族ってなんだ？あ、この世界に行ってみる。ほら、太陽を持っているんだ。おお、救世主。救世主。お前に対する挨拶方法はプログラムされていない。それで、預言者ロボットは話したか？うん、多分、預言者ロボはお前に挨拶するという役割のためだけに作られた。そうなの？あ、そして他のものとは話すことができない。少なくとも楽ではない。え、それってなんか悲しいね。じゃああなたは何のために作られたの？私の役割はこの居住地を守ること。住民はすでにいないが私はここに残らなくてはならない。ああ、なるほどね。PX0 通称クマと同じですね。そっか。でもなんで？私は制御化されていない制御化？わざわざ制御化するほどの価値はないと判断された。そしてこの居住地はお前の後をつけるロボットも、ストーカー物語。待って、急に、ちょっと待って、言ったそばから現れてんじゃん。怖っ。何、捕まったら終わり？任務に参りました。あなたが居住地の保護者とある、寄宿所に到着するまで護衛します。何？怖い。急なほら、ちょ、待って、あなた、ミリーさん、ここでいいんじゃない？ここでいいんじゃない？で、ちょっと待ってよ。ここに入ってきたらマジでほら、ここに入ってこない。どのターミナルも起動しません。どうすればいいのでしょう？知るか。
このペチャインクがところどころおそらく何らかの電気または磁気的な干渉が原因でメンテナンスが追いつかないから触られてる状況かなと。幸いなことでロボットに外れ少なくとも非常に手がかりさ、時がたびはおのずと答えが見えてくるだろう。君は何？チェック中、チェック中、ターミナルが落としません。これは問題です。で、出てったらまたいる。いるー！待って、怖い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 、マジでマジで怖いマジで怖いマジで怖い。ホラーゲームじゃないっていう、もう完全に嘘じゃん。それからさ、さっきからさ、調べなくちゃいけないであろう工場がたくさんありすぎて、どっから回ったらいいかがわかんないから、とりあえず時間も時間なので、1個の工場に入って、とりあえずここで、一旦区切りたいと思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。本当に動画時間の半分ただただ迷っているだけというね、悪魔のささやきがなかったら次進むこともできなかったんで、悪魔のささやきさん、ありがとうございました。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバーイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。